蔡平徳は大日本帝国及び大韓民国の陸軍軍人。最終階級は日本軍人としては少佐、韓国軍人としては中将。創始解明による日本名は大島平徳。本願は平行祭司。学府に白広鈴。日本統治時代の朝鮮、平壌で蔡官主の次男として生まれた。1923年春。 ピョンヤン小路普通学校に入学。1日も欠席せず、6年会金賞を受け、成績も優れており、主席であった。1929年、朝鮮人は入学するのが難しかった、日本人学校のピョンヤン第一中学校に入学。ここでも日本人学生を抜いて、主席を維持し続けていた。特に数学がよく、物理、歴史、地理も成績が良かった。 英語は好きでなかったが、いやいやながらも勉強をしていたため成績は悪くなかった。体育も優れ、特に柔道と陸上で頭角を表したという。青少年期の才を知る人たちは皆、彼が秀才であると同時に努力家で誠実だったことを認めている。4年生になった時、配属将校や校長の勧めにより、日本の陸軍主官学校入学試験を受けることを決意した。 1933年4月、陸士に入学。朝鮮人ではただ一人の日本陸軍士官、学校現役合格者。余下2年に入ると陛下で分けられるようになり、野戦法陛下を第一志望としたが、第二志望の重法陛下に決定された。1935年3月に余下を終了後、4月から9月まで、佐世保の重法兵連隊で、対付勤務。同年10月、 6ヶ月間の退風勤務を終えて、陸士本科に入学。戦術、戦略にはあまり興味がなく、数学に秀でており、重砲兵を志願し、要塞重砲兵科を卒業した。卒業後、佐世保の重砲兵連隊に配属。1937年8月21日に、砲兵将位任官。1938年3月30日、中尉。 同年6月5日、平壌で、白博鈴と、抵抗犯の長女、白吉和と結婚式を挙げた。1939年冬、陸軍方向学校に入学。卒業後は、陸軍兵器学校教官となり、1940年には、大阪の陸軍造兵賞勤務となった。日本軍ではたびたび上官と衝突しており、特に、 大阪陸軍造兵賞勤務中は省庁に反抗したため陸軍大学校に入学することができなかったと言われている。1941年3月、退位。1944年3月1日、調査。終戦時は、新川の富平陸軍造兵賞、第一工場長。兵器関係畑だったため日本陸軍時代には一度も戦場経験をしていない。 将来韓国に軍隊が作られる際、戦力の土台となる工業と兵器生産にこの造兵施設が必要と考え、工員を説得して、機材の確保及び管理に努めたが、米軍によって撤去されてしまった。第二次世界大戦終結後は、1946年1月、新たに発足した南朝鮮国防警備隊に入隊。軍事英語学校卒、忍退位。 1948年8月の大韓民国成立に伴い大韓民国陸軍に勤務。第一連隊英中隊長、東英部特別部隊長、第四旅団長などを務めた後、1949年5月9日より第二大陸軍参謀総長。しかし、38度前での南北交易の不正をめぐる南北交易事件で強硬な対応を主張する近赤元。 第一師団長と衝突。このことに激怒した大統領の李正版は1949年10月10日、蔡、金ともども呼びやか返入とした。しかし蔡は、同年12月14日、国防部兵器行政本部長として復帰し、1950年4月末、再び陸軍参謀総長となった。近赤元は改選するまで、再登用されなかった。 1950年6月25日、朝鮮戦争が開戦、北朝鮮軍迎撃の指揮に当たるも、兵力の蓄次投入を余儀なくされ、韓国軍は、ソウルを喪失した。際は6月29日、陸軍参謀総長を解任、臨時編成軍司令官に降格された。7月27日、アメリカ陸軍、第29連隊第3大隊と同行中、加峠において、 日が不明の集団と遭遇した。蔡が追加した途端に猛烈な射撃を受け、蔡は東部に重装を受けて戦死した。この戦いで、米第三大隊は甚大な損害を受けた。死後、中条に特進した。2005年8月29日、民族問題研究所と新日人命。 辞典編纂委員会が発表した新日人名辞典名簿3090人の中に新日派としてリストアップされた。最の軍番は2番であったが1番の軍番が自分より年下で軍歴も浅かったリトールネに与えられたことを不満に思いリトールネや人事担当者であったリンゼンガとは折り合いが悪かったという体重100キロ以上の巨漢でデブのサイとあだ名されていた。 李昌さんによれば、中国から帰還した1940年には、死亡がついて、陸軍中尉として貫禄が出ていたという。ありがとうございます。